民法。民法とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または、司法の一般法を言う、前者を形式的な意義における民法、と言い、後者を実質的な意義における民法、という。民法という名称の法典、民運法典、形式的意味の民法に収録されるほとんどの規定は、実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように、 公法,法規定に属するものもある。また、実質的意義の民法は、民法典などの制定法のほか、慣習法などの、不分法として存在することもある。形式的意義の民法、と、実質的意義の民法、とは同一ではない。元来、法は、社会共同生活の基本的ルールの一つであり、文字より先に生じたものである。したがって、古代の法は、 不文の慣習法として成立した。不文の慣習法であっても、経済生活や家族生活の方としての民法は関連されうる。その後、文字の発達とともに、文字に書いた法、すなわち、成分法が制定されるようになる。成分法の始めは、個々の事項についての規定、すなわち、炭鉱法であったが、やがて様々な事柄に共通して適用される。 一般的な方も現れ、これらが体系的に整備されて、法典となっていった。紀元前18世紀にバビロニアで成立し、現存する法典のうち世界で2番目に古い法典であるハンムラビ法典は多くの民法規定を含んでいた。また、ユダヤ教、キリスト教におけるモーセ語書やイスラム教のコーランの中にも民法規定があり、現代にも根付いている。 特に、イスラム諸国では、コーラン、ムハンマドの原稿録及び、イスラム法学者の著作群を方言とする、イスラム法が、現実に機能している。民法だけの法典が出来始めたのは18世紀の末からである。その最も有名なものが、フランス民法典であった。民法典の演言は、ローマ法のに遡る。もっとも、これは後世における民法と異なり、 本来は、万民法に対する市民法の意義であって、ローマの市民権を持つ者に対してのみ適用される、法を意味、国家と市民との間を起立する、いわゆる広報に属する規則をも広く含むものであった。ローマ法そのものは、ローマ帝国の崩壊と共に力を失うが、12世紀の、はじめ、イルネリウスが、ボローニャ大学で、ローマ法の研究に取り組み、 ヨーロッパ諸国から留学生を受け入れて指導したために各国の法律をしてローマ法を基礎とする原因となった。特にローマ帝国の後継者を辞任する新生ローマ帝国においては1495年に最高裁判所に相当する提出裁判所が設置され民衆裁判を廃してすべて専門の裁判官によるローマ法大前に依拠した裁判をするものとしたため ローマ法の軽示が徹底される。もっとも、広報分野においては、各国は、それぞれ独自の発展を遂げたた、時代の変遷とともにの語は、その意味を変貌させ、広報に対する、市民間の関係を規立する司法の意義を意味するようになり、さらに、中世ヨーロッパにおいて成立した、独自の召喚集をもとに、商事裁判所において適用される商法と区別する、意味をも有するようになる。 加えて、近世以降民事訴訟法等の手続法が分化し、各人の権利義務を定めることを主眼とするようにると、民法とは、司法一般の原則、すなわち司法上の権利義務を定める普通法などと、返されるようになる。すなわち、一個人の通常生活の関係を定める法律の、ことである。ローマ法のは、ローマの慣習や、法学者の学説をもとにしたものであったが、 各地に掲示された後には、自民族の慣習をもとに、独自の発展を遂げたものも現れるようになる。特筆すべきは、例えば即時取得の制度など、現代法にも、その影響を残す、ゲルマン民族によるゲルマン法である。しかし、一般的には、刑法などの広報分野と異なり、ヨーロッパ世界における民法の延言はそのほとんどが、 中地ビレイに遡るものであり、学術世界におけるラテン語と同様、ローマ法がヨーロッパを一つにつなぐ役割を果たしていた。イギリスもコモンローの伝統によったために民法典こそ制定しなかったが、判決令においてはローマ法の多くを慣習として採用しており、アメリカカナダや南米諸国などもまたローマ法を受けしたものと評価されている。このためにイエーリングは、 各発展段階におけるローマ法の精神において次のように表している。ローマ法に遠元を持つ民法典として歴史的に最も重要なものは19世紀の初頭にナポレオンが制定したフランス民法典である。これは近代的な所有権概念を確立し、競議離婚を認めるなど中世の予兵を打破し、権利義務の観念を中核に据えた民法典であった。 フランス民法典は18世紀末の自由思想の集大成とも呼ぶべきものであり、ローマ法由来の三辺分類法、インスチュートシステムによる立法形式を取りつつも、監修法に革命の精神を具体化した規定を加えたもので、ナポレオン戦争の影響と相まってヨーロッパ全体にの影響を及ぼした。また、アメリカ大陸でもフランス系の移民が多く移住した。 アメリカのルイジアナ州やカナダのケベック州ではナポレオン民法が原則的に採用されていた。このためにナポレオンは戦後自らの最大の功績はスータの戦勝ではなく民法典の制定であるとして陳は法典を手にして後世に臨むべしとのことを残したという。なお、フランス民法典が立脚した自由、平等主義の精神は主として 財産法を中心とするものであり、むしろ家族法部分においては、他のヨーロッパ諸国に比べても、異例と言えるほどの,父親父の不遍、市優位の拡調性をとり、また非着出子の差別的扱いも徹底するなど、単純に近代的思想の現れとは言えない一面を持っていた20世紀後半に改正。ドイツにおいては、新生ローマ帝国が有名無実化した後も、 各地のゲルマン法を尊重しつつ、ローマ法を普通法とする時代が長く続いたが、ナポレオン戦争を契機とした国家統一の機運の高まりとに、ティボーラにより統一民法典編纂の必要性が主張されるようになる。ここで、一国において打倒する権利は国境を問わず、打倒すると考え、ナポレオン民法を模範に、ドイツ民法を早急に立法しようとする自然法学派と、 サビニーラを中心とする一国の方はその国の歴史に深く根ざしたものであるとして新重論を唱える歴史学派との法典論争が起こり後者が勝利する。その後ドイツの法曹界の総力を結集し19世紀の法律思想の総決算として制定された民法典はフランス民法や公実のスイス民法典が各国の慣習法の集大成であったのに対し 部分的に、ゲルマン法を加えつつも、ローマ法を再構成した学者の抽象的学理の体系を中心に据えたものであり、個人意思自治を基調とするサビに、ビントシャイトの提唱した法律行為、理論を中核に据え、前編に共通する法規を総則規定として前にくくり出し、創則、物件、再建、親族、相続の5編に対別した、ザクセンミン法典に由来する、 デクテンシステムを採用する。これは、日本、タイギリシャ、台湾等に掲示されたほか、フランス、オーストリア、スイス、ブラジル、北欧系等の民法にも立法または、学説上一定の影響をもたらした。また、債務関係法を民法典中の一辺として、独立させた点にも大きな意義と特色がある。近代社会における、再建実現への信頼。 および経済生活の多様化を背景としている。なお、ドイツ民法典は、ザクセン民法典と異なり債務法が物件法よりも、先になる。債権法は、物件法の次助である、に過ぎない、とする、フランス民法典の主義に相対するものであるが、ドイツ民法典、ザクセン民法典ともに、フランス法と異なり身分法ではなく、財産法を先に配置しており、身分関係ではなく、 個人意思による権利義務の変動を中心とする法体系を組むことで個人主義を徹底しようとするものであるという点で共通する。日本民法典は物件法が再建法よりも先に配置されるという点で形式上作戦民法典に近いがその方が自然だからという程度の意味でしかなくフランス法系の旧民法に相対する再建変独立の基本的発想は ドイツ民法典と気を一にする。フランスドイツ領民法の根本思想は、個人主義にある。ことに、フランス民法、財産法においては、個人主義的民法の大原則である、個人財産権尊重の原則、所有権絶対の原則、契約自由の原則、自己責任の原則、過失責任原則が確立され、徹底されている。しかし、18世紀末に、 個人的に自覚した人類は19世紀末には社会的に自覚し始める。そこで19世紀初頭に成立したフランス民法がわずかに封建時代の残死を示しつつも個人主義的法思想の結晶であったのに対し19世紀末に成立したドイツ民法は個人主義思想の乱熟を示しつつも 死主義社会の交流を反映して、特にその第二相案を境に多少共同主義的な色彩が加わっており、再建法における審議誠実の原則の名文化、ドイツ民法9242条、及びその後の特別法の立法による無過失責任の展開等はその現れである。ドイツのバイマル憲法が所有権の社会化につき155条、 企業の社会化につき156条をもって規定していたことや当事者の意思解釈につきその真意よりも客観的な表示行為を重視して資本主義社会における取引安全を期す一主義に対する表示主義の進展もこの文脈で捉えることができる。なおフランス民法でも契約の履行についてのみであるがドイツ民法に明文化された審議誠実の原則と類似の規定 フランス民法1134条三項が存在し、また、判例上無過失責任も採用されている。ここにおいて、20世紀に入ってからできたスイス民法典においては、個人主義思想のうちに、社会本位の思想の方がが現れ、民法は、社会生活成就の手段でなくてはならないことが、明確に自覚されるにいる。そこで、前述の三原則を緩和し、 審議誠実の原則を義務の履行についてのみならず権利の行使についてまで一般化し、スイス民法二条一項、権利乱用法律を明文化、スイス民法二条二項すると、近代司法の原則に対する現代的修正の色彩が著しく見られるようになる。前述の債権法独立の傾向は一層、著しく、商法を取り込むことで、ついに別法典として、 民法典から独立するに至っている。スイス民法が創始した民商法統合の流れは、イタリア、オランダ、ロシア民法などにも影響を与えた。トルコ民法は、スイス民法の極めて強い影響のもと成立しており、家族法部分を除いて、スイス民法のトルコ語訳はほとんどそのまま立法したに等しいと言われている。こうした傾向が極地に達したのが、 無過失責任を原則化し、私有財産制度を否定した、1923年施行のロシア民法である。もっとも、ソ連では、私有財産制度の廃止を徹底する観点から、当初は、相続制度を廃止していたが、社会生活が混乱したため、ロシア民法では自活できない意思のある場合には1万ルーブルの範囲内で遺産を遺族に保管させ、 その範囲内でのみ相続を認めることとなっていた。その後も、ドイツ、フランス、アメリカ、ロシア、日本など、各国の影響や支援を受けながら、発展途上国における法整備が進んでいる。このように、各国独自の発展を遂げていた民法典も、国際取引の便宜のためや、EU 統合を背景として、ヨーロッパを中心に何度か、契約法統一の機運が盛り上がっており、 ドイツ債務法の大改正や、ウィーン売買条約、ジュネーブ統一手形法、国際手形条約、ユニドロは国際商事契約原則などの制定に結びついており、ナポレオン民法の大改正が議論されるなどの動画、見られる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。